えっと、今回は、えー、2020年8月にデザインカッツから支給されてました、このフォントについて説明します。えー、メールストーンスク,リプスクリプトというものですね。で、えー、支給されているものはフォントなので, OT で、OTF と TTF でサンプル画像としてこういう文字、図形をあ表示。 表現することができます、まあ、こういった感じですね。で、いつものようにチャートで説明すると、まずフォントは1種類だけですね。で、ステップ1として 8000×8000 の状態で、私の場合はフォームを作ってますけれども、 A から Z の文字小文字、あと数字の0から9、あとシフトキーを押したときの特殊文字として、こういう文字を、えー、文字というかフォントを作ります。で、それを、ステップ、えー、レイヤーで convert to curves にして、エクスポートとして、エクスポートとして SVG ファイルを出力をします。で、ステップ2として、ブレンダーで SVG ファイルをインポートして、で、メッシュ処理をして、厚みをつけると、あの、一箇所だけ、えー、まあ、この小文字の L ですね。L のところでエラーがありました。で、今回は、えー、アフィニティデザイナーで、ノードベースでチェックを入れたところ、まあ、ここのノードですね、が重なりがあったんですね。 で、それをちょっと動かすことによって、えー、修正ができました。で、結果として、SVG ファイルとして出力をした上で、ブレンダーで、えー、見ると、まあ問題なく OK のレベルになりました。で、今回はここにある、この状態ですね。今はこれは、 ノード、ノードツールはこれなんですけれども、ノードツール。ここの部分ですね、今こう離れてますけれども、これが一箇所に二つの点があったんですね。で、片方を消せばいいんですけれども、こう消してしまうと、この曲線とかがなくなってしまうので、えっ、ー、と、今回はこうやって少し離してみました。ですね。 でそれで、えー、一応 OK になりました。ブレンダーで見ると、まず NG の部分、こういう風に黒い部分ですね。があったんですけれども、処理をした結果、この橙色の部分、こういう風に OK にすることができました。こういう感じですね。3D になってますので、 ここは NG の部分ですよね。他は全然もう問題なかったんで、ぐざっと見たときに黒い部分が、を探さなきゃいけないんですけれども、まあ、問題なく。まあ、多くは同じような文字、例えばこれ C って全く変わってないですよね。この E もそうですよね。あの、本来はこう、 変わってる部分だけが出てくれば、すごくわかりやすいんですけれども、こう一つ一つ、どこが微妙に変わってるのかっていうのはわからないので、それが結構大変です。この 2D から 3D にするときの大きな欠点ですね。えー、同じものであれば、あの、違うところだけが出てくればいいんですけれども、 それが、今、そういう説明文っていうのが全くないので、えー、この違いを、えー、見つけて、まあ、フォームにするという、まあ、アフィニティデザイナーでこういうふうに作るんですけれども、これを作るのが一番時間かかりますね。もう、めちゃくちゃ時間かかります。 もう大変です。これが一番大変です。ということで、今回の説明は以上になります。